わさび農園とか何がすごかったんですか、安曇野の。いや、安曇野のわさびってね、うん、わさびする、本わさびするところってあるじゃないですか、あの根っこの部分。はいはい、はい。あれ、芋って言うんですけど、はい。あの、芋って天然のわさびってほとんど取れないんですよ。え？で、なんでかっていうと、なんでかっていうと、あの辛味成分が、要は自分にとっての毒になるんで、その、あれが出て、流れ出ないと、うん、その、自分のその、根っこを増やせない、芋を増やせないんですね。はい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 、はい。自分が出す毒で、自分が成長できないっていう、状態になってるんで、はいはい、うんうん、あれは多分江戸時代に、その、伊豆で、静岡県の伊豆で、初めて、その、うん、要は、なんていうのかな、沢の水をこう、かけ流しにして、わさび田を、わさびの田んぼ作ったら、その、辛味がどんどん流れ出るんで、そういうことか、成長できるようになったんですよ。そこそこ、阻害する成分がどんどんこう流れるから。そうそうそう。はいはいはい、沢で田んぼみたいな作んないと、ああいう風にならないんですね。なるほど。で、それが江戸時代に確立した技術なんですけど、うん、その、沢でやると、土砂災害とかで、たまにわさび田が全滅したりするんですよ。はい、はい、はい。そういうとこにありますもんね。そう。なので、その、静岡の人が、どっかいい土地ないかっつって、全国を探しまくったら、安曇野を見つけたんですよ。おう、安曇野何がいいんですか、それは。安曇野って、四方を山に囲まれていて、盆地みたいになってるんですよ。うん、ほうほう。だから、伏流水みたいなのが、うん、安曇野の、もう、安曇野中に伏流水があって、うんうん、地面を1メートルぐらい掘ったら、もうどこも湧き水が出てくるんですよ。ほうほうほう。あれ全部湧き水なんですよ。うん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 。だからもう地中から湧き水がジャバジャバ湧いてくるんで、うん。だからもう。